ラバです。いいね、菜の花だいぶ成長、背が高くこう成長してますね。ああ、いいね。で、昨日は昨日でね、多分この元ブログを上げるときには報告してると思いますけど、このブログの方ではね、もう報告 してますけど、XSR700 をね、今ね、XSR700 をですね、もうこの手首をなんとかね、しつつ、これいいね、菜の花。ああ、目になんか、いい刺激。ね。行ってみようか。こんな感じの方がいい。クラッチをね、クラッチレバーをの引きを、クラッチレバーの引きをね、軽くする術をね、まあいろいろね、手法はあるんですけども、あれです、簡易的な方法というかね、お手軽な方法、もなんかさっきの絵が良かったな。お手軽な方法もね、違うな、まあいいか、あるんですけれども、いわゆるね、ワイヤーのね、引きの、なんて言うんでしたっけ、テコの原理でね、名前忘れちゃった、どう忘れちゃった、もうなんか白っぽいな、ちょっと風でピントが、あ、いい香り、いい香り。あ、ちょっと寄りすぎたか。この辺がいいかな。まあ、キッキーって感じね。では行きましょう。じゃあ今日も時速30キロ。今日天気が良くて気持ち良すぎてね、ちょっと暑い、暑いからね、もうね、もうこんな格好ですよ。もう親父のパジャマで、もうこのままで走れるね今日。700のクラッチを軽くする三段は、パターンがね、まあ、レバー自体とね、あと、クラッチワイヤーのね、引き代をね、ちょっとね、なんというか、ちょっとだけ、まだ名前が出てこない、まあ、テコの連携に、このアームをこう動かすんですよね、そのアームの長さを変えたりね、で、あと、クラッチ自体は、これがめちゃめちゃお高いんですけど、これも社外品で、クラッチ自体をね、丸ごと交換しちゃおうっていうね、これも10万以上はすると思うんですけど、それはね、さすがにちょっと、効果がなかったりね、うまくいかなかったりしたりすると、まあ、ショップの方もね、そういうのは、特に YSP さんは多分それはやらないかな。まあ、XSR はね、本当に YSP さんにもう全て任せて、信頼してますんでね、で意見を伺って、で、YSP さんでできる範囲でという感じになりますけど、まあ、クラッチをそのまま丸ごと他のものに変えちゃうか、もうね、オートバイ変えちゃう。あ、ごめんなさい。あとはハンドル変えるね。ハンドルの幅を変える、ハンドルを絞ったものに変える。
まあ、4パターンぐらいだね、ざっくりですね。で、まあ、そのうちのね、いくつかをね、SSR700 に施すために、後ろから来たね、ロック入りさせました。で、1週間ぐらいかな。で、仕上がると思うんで、あれ、あの人じゃん、あの人じゃん、ボンキュースさんじゃん。あれあの人じゃん、気がつかんかった。この間あった、おかげよ、あのね、今40、すいません。こんにちは。この間お会いしましたよね、覚えてます？気がつかんくて、抜かされたから気がついて、あれ？私もですよ、何もいじってないですよ、これは。またどうも、ありがとうございます。まあ、ここをね、走ってれば、またね、再開するだろうとは思ってましたけどね。何の話でしたっけ？もう、完全にぶっ飛びましたね。何の話してましたっけ？まあ、これでね、そう、さっき話した XSR がね、うまいこと、改善というかカスタムがうまくいってね、手首の負担が軽くなったら、本当に XSR のね、ちょっとツーリングね、増えると思いますよ。